はい、ヤッホー、スワシワスです、はい、今回はですね、つい先日リリースしたばっかりのお前うんち、俺もうんちの、作詞の詞の解説をちょっとしようかなと思います。どういう意味がね込められてるというか、どういう気持ちを込めてこの歌詞を、まとめたのかなって、こういう形にまとめたのかなっていうのを今から思いつきでね喋ってやっていきと、思いつきというか、その場で台本を決めずに、台本を使わずにやっていきます。じゃあ最初の歌詞からやっていきますね。最初のフレーズから、うんちしながら考える、どうやら世界は汚れまみれ、こそこそうんちをしてるのはどうやら僕だけじゃないらしい。これどんな意味なのかなっていうのなんですけど、まずそのうんちっていう言葉の意味を、僕はそのいろいろな、なんか意味を含められるというか、いろんな使い方をしている人が多いなっていうか、もうそれぞれね、いろんな使い方をしている人をそこかしこで見るなと思って、すごく汎用性の高い言葉だなと、マイナスな言葉なんですけど、どれも。うんちって、その単純にその代弁っていう意味だけじゃなくて、例えば、このゲームうんちとか、今日の体の調子うんちだわとか、そういう良くないとか悪いとか、クオリティが低いとか、そういう意味でも使うと思いますし、あとあいつうんちだとか、あの行動うんちだったなとか、そういう、なんだろうな、評価が低いというか、その良くない行い、悪い行い、悪事だったり、行儀の悪いことだったり、下品なことだったり、何でしょう、悪いこと、犯罪、法律違反だとか、ちょっと犯罪的な行為とか、そういうことに対してもうんちっていう言葉を全て含めて僕は表現しました。うんちしながら考える、どうやら世界は汚れまみれ、汚れまみれっていうのはその単純に汚物まみれで汚いって意味だけじゃなくて、その社会にはその何でしょう、その腐った構造があったり、何でしょうね、汚職だったり、何でしょう、平等でもないし、そうなんかいろいろあるし、差別とか搾取とかね、そういうのいろいろある、パワハラとかブラック企業とか、そういうの全部含めて世界は汚れまみれっていう風に表現しました。でこそこそうんちをしてるのはどうやら僕だけじゃないらしい。でこれはこそこそトイレにこもって代弁をしてるって意味だけじゃなくて、僕も含めて、最近はしないけど、全然しないけど、例えばですよ、ゴミのポイ捨てとか、その辺に道にゴミをポイ捨てるとか、唾を吐くとか、痰を吐くとか、なんでしょうね、鼻くそほじるとか、なんかそういう、誰かに迷惑をかける行為で、誰かが不快に思うような行為とか、あとはさっきも言ったけど、その悪事を働くとか、悪いことだったり、非行だったり、法律違反だったり、そうね、なんか未成年が酒飲む、タバコ吸うとか、深夜どっかで歩くとか、深夜徘徊するとか、深夜、別に大人は別に深夜徘徊してもいいと思うけど、あとは犯罪行為とかね、そういう、あとは露出狂とか、なんかそういうの、全部含めて、こそこそうんちをしてるのはどうやら僕だけじゃないらしいと。そういうね、人間みんな綺麗なことばっかしてるわけじゃないよねっていうのを表現しました。で、次ですね、君もあいつもあの人もうんちしなさそうな振る舞いで、知らず知らずに誰かをうんち攻撃してるのさと。これはですね、何でしょう、外面は人付き合いとか、誰かがね、いろんな人がいる中では、そのすごい爽やかだったり、綺麗っぽさを装ってたり、なんか自分はね、何も悪いことしてないぜみたいな振る舞いでいるけど、知らず知らずに誰かをうんち攻撃してる。このうんち攻撃っていうのは、それこそ、ちょっとした悪口だったりとか、ちょっとした皮肉とか、あとはさっきもですけど、ちょっと似てるけど、ポイ捨てとか、その誰かの服を汚しちゃったとか、なんかそういう自分が自覚してないけど、誰かに、知らず知らずのうちに誰かに迷惑をかけている、誰かを傷つけている、そういうものなんだよっていうのをちょっと込めました、この一節にね。うんちしなさそうな振る舞いで、そう、いい人っぽそうだけどね、そんな実はいい人じゃないところも、部分もあるよっていう、人間そういう部分もあるよっていうのを表現しました。
はい、でお前うんち俺もうんちみんなみんなうんち世界うんち宇宙宇宙うんちうんちうんちビッグベンこのビッグベンっていうのは、まあ、単純にビッグバンとビッグベンをただもじっただけで、そのビッグバンはもうなんか爆発しちゃえって、一回ね一回滅んでまた新しいうんちバース誕生しちゃえみたいな、そういうちょっと投げやりなね、もうちょっとこうそういうノリが含まれています。はい、まあこのサビはね何回も繰り返すけど、世界うんち宇宙うんち、まあどこ行っても世界も宇宙も世界規模で見ても宇宙規模で見てもまあそういうものなんじゃないかなと。うん、なんか自己中な人だっているし、何でしょうね、そのあの完全に綺麗清廉潔白で生きている人なんているはずないという思いが込められております。はい、で、うんちしないのは無理だけどなるべく、あ、2番ですね、うんちしないのは無理だけどなるべく綺麗でいたいよね、道を踏み外しそうになったらたまったうんち洗い流そう。このフレーズはですね、まあそのそういうふうに汚いこととか誰かに迷惑をかけることとか、あ、なんかね知らず知らずのうちに誰かを傷つけてしまってる、そういう行為ってね、人間生きてるうち人生で、ね、生きながらそういうことをし全くしないのは無理だよね、だけどなるべく綺麗でいたい、なるべく迷惑をかけずにっていうか、その、うん、なるべくそのいい人でいたいよねみたいな意味が込められてます。で道を踏み外しそうになったらたまったうんち洗い流そう。これはですね、あの、まあ、自分の人生がもう本当に堕落というか、ちょっと終わりそうになることってあるじゃないですか。その自分が辿ってきた道とか、自分が行ってきたあのいろんなそのあとというか、そうね、自分が積み重ねてきた、ね、いいことも悪いことも含めて積み重ねてきちゃったものが、もうちょっとたまりにたまりすぎて、そろそろもう自分壊れそう、やばいかもってなったら、たまったうんち洗い流そう、一回清算しましょうという意味ですね。その、まあ何でしょう、まあ、例えばたまった借金をもうちょっと一旦は借金を返すことに専念しようとか、何でしょう。あのめちゃくちゃ汚しちゃったところがあったらちょっと一旦掃除するかって、あの1日かけてね、もうじっくり掃除したりとか、何でしょう、迷惑をかけてしまった人に会いに行って、あの謝るとか、ちょっとゆっくり話をするとか、そういう感じで自分のその、まあ、汚してきてしまった部分、迷惑をかけてきてしまった部分、傷つけてしまった部分たちに対して、この、まあ、修復というか、その癒すというか、そういうあのリカバリーっていうんですかね、そういう洗い流す行為をちょっとたまにはやろうかっていう意味が込められております。はい、で次のフレーズ、心のうんちが見えてこなきゃ所詮上辺の付き合いさ、君のうんちはどんなうんち、僕のうんちはこの歌さっていう、まあそれあの、まあ、心のその、まあ、本音とかその悪い部分、そのいやしい部分、人のね人格のいい部分とその逆のいやしい部分っていうのは誰しも持ってるから、そのまあ、両方見えないと両方わからないと、まあ所詮ね、こう上辺のなんて言えばいいんでしょう、芝居というか所詮嘘のやり取りというか、なんて言えばいいんでしょう、その茶番っていうのかな、うん茶番に過ぎないよね、そんな人間関係、薄っぺらい人間関係ってね、その演技でみんな演技で茶番に過ぎないっていう意味が込められております。はい、で君のうんちはどんなうんち、僕のうんちはこの歌さ、まあ君のその嫌な部分、君のダメだと思ってる部分、欠点だと思ってる部分はどんなうんちとかっていう意味もあるし、まあその君が辿ってきたそのまあ困難とか苦難とか、まあやってきてしまった過ちとか、そういうね、そういうの全部ひっくるめて、まあ君の人生はどんな人生だったみたいな、そういう意味です、このここは。で僕のうんちはこの歌さって、この歌を僕はこのすわしわすっていう活動を通してこの自己表現をしてるんですけど、もうこの自己表現自体が今までの僕をひっくるめた今の僕ですっていう意味が込められてますね。はい、でそしてまた、お前うんち俺うんちみんなみんなうんちでサビが繰り返されて、でその後うんち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 ってひたすら繰り返すと、まあこれはちょっとあのちょっと洗脳させようとみたいなそういうね意図であえてうんちうんちをこう連呼させてみたっていうところフレーズで、でその後に、この世に綺麗なんてないのさ、綺麗に見えているだけさ、この世にキラキラなんてないのさ、本当はべちょべちょうんちなのさって、まあそのインスタ映えじゃないですけど、そのね綺麗に写真撮ったり、あの加工して綺麗に見せたりとか、あのねその一見整って見える、綺麗に見える、その人は輝いて見える、なんか成功してそうに見える、お金持ってそうに見える、
で人脈とかいっぱいありそうに見えるけど、綺麗に見えてるだけど、実はその裏ですごいすごい地道で泥臭い努力をしてたり、なんでしょうね、実は友達そんなにいなかったりとか、なんでしょう、実はそんなに資産持ってなかったりね、実は嘘だったりねとか、経歴とか実はそれも嘘だったりとか、綺麗に見えているだけさね、この世にキラキラなんてないのさ、本当はべちょべちょうんちなのさって、まあそういう泥臭い努力をしてきた上でのその人なんだよっていう、まあそういう意味も込められてますね。まあいい意味も悪い意味もあるかな。まあその人の努力プラ努力だったり、その人のまあちょっとそのずるい部分とか、その人には見せてないそういうまあ悪い部分も多少あり、そのお金儲け主義の悪い部分もありとか、そういうね、人を騙す意図があるとか、搾取する意図がある、そういうのも全部ひっくるくめて、本当はべちょべちょうんちなのさっていうのを、まあこの資本主義の社会をちょっとね皮肉ったというか、まあそういう意味が込められております。はい。でその後またサビが繰り返されて、で最後のサビで、どうせうんちほーらうんち結局うんち、過去もうんち未来うんち今日も明日もビッグベンって、まあもう だいぶ投げやりになってるんですけど、もうなんかどうにでもなれ、どうせうんちだろみんなはーはーはーみたいな感じで言ってますけど、まあね、どうせ自分も含めみんなもうんちなんだから、まあ気楽にやっていこうやみたいな、そういうちょっとねお気楽モードで最後は終わりたいなと思って、こういう感じに、こういうあのサビの歌詞をね変えました。どうせうんちほらうんち結局うんち、過去もうんち、過去も未来もね、そういう歴史、ね、今まで過去から今までどうせみんなそういう風にあの辿ってきたんだから、大丈夫みたいな、どうせうんちだからね、汚れこれからも汚れていこうぜっていう意味が込められております。でそしてあたらで一回ビッグバンが起きて、まあ、ビッグバンつうか一回世界が滅んで、そしてまたビッグバンが起きて、そして新しいうんちバースが誕生、まあ、これはあのマルチバースをもじってうんちバースって自分で考えた言葉なんですけどそういう感じで、どうせまた新しい世界が生まれますよっていうね、そしてまた同じうんちが繰り返、うんちみたいなやつ、この世界の営みというか、そういうね世界の言葉が浮かんでこない、営み、うん、輪廻、食物連鎖、なんかそういうのがまた歴史がねまたこう始まっていくんですよっていう、そういう意外とかなりスケールのでかい詩の世界だなっていうのを、まあ、自分で作ってみて思いました。まあそういう感じでこの曲は出来上がりましたと。最初はね、もう1年半前なんですけど、その最初にこのサビの部分だけ、お前うんち、俺もうんち、みんなうんちってこの部分だけが最初思い浮かんで、でそっからいつかフルコーラス作りたいなと思ってたんですけど、もう1年半経ってしまって、やっとねこういう風にあのまとめられたっていう感じですね。ちょっと1年半かかっちゃったのは、まあちょっと今日自分の気持ちがいろいろあっちこっちゃ言ってたり、そのこのねこの歌に対してもうちょっとこう気が離れてたっていうのもあるんですけど、まあとりあえずねやっと完成できてよかったです。はい、本当にね、でも皆さんが本当にずっと僕のこと見てくれて支えてくれてたから、本当にあのね本当今があります。こうやってたまにね、たまにしかフルコーラス作れないけど、でもこれからも新しいの作れるってこう自分でこうそういうなんか安心感、そういう自信というか安心感があるのは、あのいつもいつも皆さんが僕のね歌を聴いて楽しんでくれて、ね、いっぱいその他の活動者さんもね、いっぱい僕の歌を使って自分の動画を作ってくれて、でも僕の音楽がね、あのただひたすらもう絶え間なくいろんなところで使われて流れてるっていう、そういう状況がもう本当に幸運で、あの信じられ、ちょっと 今でも信じられないなって、その俺の人生があの30超えてから本当に新しい人生が始まったなっていう実感なんですけど、まあ、そういう感じでこれからも、こういう、まあ、なるべく深いというか、なるべく皆さんの心に届くというか、ちょっと考えさせられる、うん、なんかその自分の人生振り返ってみようかなとか、これからの人生考えてみようかなっていうふうに、そういうきっかけになれるような、あのまあその一つの判断材料、参考材料としての僕の人生観っていう、まあ、一つの情報源としてね、あの皆さんに利用していただけるような、そういう活動者でありたいなと思っております。ですので、はい、これからもあの参考にぜひ僕のその生き方、生き様を参考にしていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回は
この辺で失礼いたします。はい、まあ、ちょっとグダグダとね、台本なしでいつも語っちゃうんですけど、思いつきでノリでいつもね撮影始めてやっちゃうんですけど、まあ、またなんか動画作りますんで、はい、これからもよろしくお願いします。ではこの辺で失礼いたします。一人合唱部スワシュワスでした。またねー、バイバーイ。